天王寺駅、天王寺駅は大阪府大阪市天王寺区、安倍野区にある西日本旅客鉄道 JR 西日本大阪市高速電気軌道大阪メトロの駅である。本校では安倍野区側にある阪海電気軌道阪海の駅である天王寺駅前停留場と廃止された南海電気鉄道南海の駅についても記述する。大阪市南部のターミナル駅として 南波と大阪の南玄関としての機能を2分する。近鉄安倍の橋駅を含む複数の駅からなる繁華街は北南に次ぐ規模を誇り、2014年には安倍の橋駅直上に安倍のハルカスがオープンしたことで、以前にも増して賑わいを見せている。JR 天王寺駅は第3回近畿の駅100線、天王寺駅前駅は第4回近畿の駅100線に選定されている。 駅名は、東成郡天王寺村、当時に最初に開業した駅であることによる。なお、天王寺は東駅北方に所在する四天王寺の、殿下による地名で、天王寺という寺院は存在しない。ちなみに、四天王寺へは、大阪メトロ谷町線の四天王寺前、夕日が丘駅が最寄りである。JR の駅は、愛子か、大阪メトロと半海の駅は、ピタッパ。 大阪メトロの駅はさらに、スルッと関西対応各種カードの利用エリアに、含まれている。JR 西日本の乗り入れている路線は、関西本線、大阪環状線、阪和線の3度線である。このうち関西本線は当駅の所属線であり、大和寺線の愛称設定区間にも含まれている。阪和線は当駅が起点であるが、一部列車は関西本線の線路を介して、 大阪環状線の西九条駅方面に直通し、阪和線ひねの駅から、関西空港線、阪和線の終点である、和歌山駅から、紀勢本線、木の国線直通する列車も乗り入れる。特定特市内制度における、大阪市内に属する駅である。大阪環状線には、j r 大、OH、霊1関西本線、大和寺線には、JR920、阪和線には、 JRR20 の駅番号が設定される。事務官コードは62831。大阪メトロは、御堂筋線と谷町線の2路線が乗り入れ、御堂筋線には M23、谷町線には T27 の駅番号が設定されている。このほか、阪海電気軌道の天王寺駅前停留場、駅番号は、HN012、上町線が乗り入れている。 また、近接する、近畿日本鉄道南大阪線の大阪安倍野橋駅、駅番号は、FH と地下通路、歩道橋で結ばれおり、乗り換えが可能となっている。長らく国鉄 JR 西日本における和歌山、紀伊半島方面へのターミナルとして機能してきたが、大阪環状線経由で、JR 南場駅、新大阪駅、京都方面、大阪駅、 京橋駅への直通運転が一般化してから、構造上串型ホームを残しつつも、同様の境遇を持つ上野駅と同様に途中駅の側面が強くなっている。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山和地線の平野駅と、東武市場前駅、半和線の美少園駅と、南田辺駅を管轄している。天王寺駅の歴史は、 初代の大阪鉄道が1889年、明治22年5月14日に、後の関西本線にあたる路線の港町駅、現在の JR 南波駅、柏原駅間を開通させた時に、その中間駅として開業したことに始まる。当時の天王寺駅周辺は、四天王寺に代表される、自社軍の集まる地であり、また明治に入って、 東成郡の軍役所が置かれて発展しつつある場所であった。大阪市街と町続きであった天王寺村の南で上町大地に掘割を設けて線路を敷いた。大阪鉄道は引き続き、後の大阪環状線にあたる路線の建設を進め、1895年、明治28年5月28日に玉造駅まで開けし、天王寺駅はその分岐駅となった。 1900年、明治33年6月6日に、関西鉄道が大阪鉄道を合併して、関西鉄道の駅となったが、その関西鉄道も1907年、明治40年10月1日には、鉄道国有法にを国有化され、国有鉄道の駅となった。この間、周辺は、急速に市街地として発展しており、大阪馬車鉄道、 後の半海電気気道上町線が1900年、明治33年9月20日に、天皇寺が10月27日に、相次いで開業して、これらの路線の集まるターミナルとしても、発展していくことになった。さらに、大阪市電も順次建設が進み、1923年、大正12年4月13日には2代目の、大阪道も後の近鉄南大阪線となる路線を、 開業した。この時点で、天王寺駅は、掘割の中に、東西方向に伸びるプラットフォームが三本南北に並ぶ構造となっていた。北側から、上東線、現在の大阪環状線の一部ホーム、関西本線のボリホーム、関西本線下り、南海天王寺支線共用ホームの順だった。上東線ホームより北側には、貨物積み下ろし場と、 貨物ウアイアが並んで貨物扱いを行っており、この部分の西側の地上と同じ高さに駅本屋が設けられていた。駅本屋の北側を東西に抜ける貨物扱い用の道路があり、天皇寺駅前交差点から貨物積み下ろし場へ荷車が出入りできるようになっていた。駅本屋は地上の高さにあることから本屋内からそのままの高さで南へ掘り割りを 横断する古線橋がかかっており、そこから各ホームへ降りる構造だった。また、駅前には、大阪市電や半海電気軌道の路面電車が走っており、半海電気軌道は堀割を横断する橋で南へ伸びていた。二代目大阪鉄道の駅は、この国鉄天王寺駅の南側に隣接して、東西方向にプラフホームを設けていた。ここに、さらに昭和初期には、 半和電気鉄道が乗り入れて来ようとしていた。この段階で駅の南側には大阪鉄道の駅があり、これらの間に大阪市へ地下鉄が建設される予定となっていた。一方、駅の北側には南大阪電気鉄道が駅を建設する予定となっており、すでに天王寺駅に乗り入れる余地が残されていなかった。しかし1926年、大正15年に、 南大阪電気鉄道は二代目の大阪鉄道に収む合併されたことから、駅北側の用地は不要となり、この部分を半和電気鉄道が手に入れて利用することになった。これにより、国鉄の駅の北側に隣接して1929年、昭和4年7月18日に半和天寺駅が開業した。半和天王寺駅へは、鉄筋コンクリート作りの高架線で、 国鉄の線路を横断して西へ向きを変え、国鉄の貨物積み下ろし場の北側に並んで、プラットホームなどが建設された。上町台地の橋で、国鉄の掘割り部分との関係もあり、西側は台地の地面上に直接建設されているが、その東側は森土になっており、さらにその東側は高架橋となっている。半和天王寺駅の大きな特徴としては、 資本系列を同じくする新京阪鉄道の天神橋駅や京阪電気鉄道の天間橋駅などと同様完全に上降分離されたプラットフォームとなっていたことがある。開業時旅客は2面4線の構造であったが、いずれのホームも長い1本のプラットフォームになっておらず、東側の校車専用プラットフォームと西側の乗車専用プラットフォームが区切られた構造になってた。これにより、 東側の校舎専用プラットフォームに到着した列車から乗客を降ろし、その後乗車専用プラットフォームの位置まで移動して、乗客を乗せてから折り返すという運転を行っていた。東側の校舎専用プラットフォームの西の端には地下道へ降りる階段が設けられており、西側の乗車専用プラットフォームの南側のホームの下にある地下道に繋がっていて、乗車客と完全に分離された形で、 西側の校舎用の改札口へ繋がる構造であった。乗り場の番号としては、乗車専用が1番から7番の奇数が、北から順に、校舎専用が2番から8番の偶数が、北から順に付されていた。従って、1番の乗車専用ホームと同じ線路になっているのは2番の校舎専用ホームといった関係だった。また、 帰省本線方面へ直通する列車は、編成が長かった関係で、特別に1番乗り場と2番乗り場をつなげた形で、使っていた。これらの旅客設備より北側に、貨物の留置線があり、旅客ホームより東側に、貨物積み下ろし場が設けられた。さらに高架上にある半和天王寺駅から、急勾配のスロープで降りて、国鉄の上等線と結ぶ貨物の受け渡し用の線路が設置され、 天王寺駅構内専用の貨車受け渡し用として、ロコ1100系電気機関車が制された。1931年、昭和6年にはこの受け渡し用の線路の途中から、分岐して、高架上の貨物積み下ろし場の下にも引き込み線を作り、2階建ての貨物積み下ろし場となっている。さらに1938年、昭和13年になると、利用の激増に対応して、 本来は校舎専用であった4番6番のホームから直接折り返しができるように設備が改造され、校舎客用の地下通路は出入り口部分の3面を折りたたんで平面にすることが可能なようにして混雑時のみ、これを展開して利用するように改良された。国鉄の天王寺駅も利用が急増しており改良工事を始めることになった。上等線の北側にある 貨物小木場からは西側に取り付け道路があって、駅前を通っており、物資の搬出入りをする車両が、駅前の混雑に拍車をかけていることもあり、関西本線を1キロメートルほど東側に行った場所に貨物小木場を移転させることになった。1934年、昭和9年に着工して1935年、昭和10年から利用を開始した。これにより、 上等線北側の貨物置き場が開き、このスペースに新しい旅客設備を建設して線路を切り替え、順次南側に改良工事を進めていくという方法で旅客設備の改良が行われた。これによりそれまで三面しかなかったプラットフォームが五面に増強され、北側から上等専用第一、上等専用第二、関西本線上り、関西本線下り、 南海天皇寺支線用にそれぞれ割り当てられた。駅の建屋も、半和天皇寺駅側に建設した木造の仮駅舎に1937年、昭和12年3月19日に移転して、その南側で旧駅設備を撤去の上で、鉄筋コンクリート4階建ての駅舎の工事が始められた。この工事は基礎まで完成したが、戦争の影響でその後の建設工事が中止された。 しかしこれらの一連の改良工事により、大阪環状線と関西本線の旅客設備は、現在の姿をほぼ完成させた。第二次世界大戦中には、1940年、昭和15年12月1日に、半和電気鉄道は南海鉄道に合併されて、半和天王寺駅は南海天王寺駅となったが、1944年、 昭和19年5月1日には、旧半和電気鉄道に相当する路線が国鉄に買収されて、国鉄半和線となり、南海天王寺駅が国鉄の天王寺駅に統合された。第二次世界大戦後は、さらなる利用の増加に対応するための改良工事が行われた。半和線の貨物列車は天王寺駅で関西本線方面への受け渡しを行っていたが、 1952年、昭和27年9月1日に、龍下草車場と杉本町駅を結ぶ、半話貨物線が完成して、天王寺駅を通らずに運行できるようになった。そして天王寺駅の半話線設備が大改良され、一番北側に、南紀方面直通列車専用の木回し線を備えた、長いプラットホームが建設された。その南側には、 合計4本のプラットフォームが用意され、1本の線路の両側にプラットフォームがあって、両側の扉を開いて、客扱いをできるような構造とされた。番号は、北から順に1番から9番までで、1番2番が、帰省方面直通列車、3番4番が、快速列車乗り場、5番6番が、校舎専用、7番8番が普通列車乗り場となった。当初は、 規制直通用以外は4両対応だったが、後に6両対応に拡張された。また、戦争で中止されて、木造の仮利舎となったままだった天王寺駅舎の工事も再開されることになった。国鉄以外の会社も出資する民衆駅の形で工事を行うことになり、国鉄、近畿日本鉄道、鉄道交際会、南海電気鉄道、日本交通公社、 日本食堂とホテルの各社が出資する天王寺ステーションビル株式会社が設立されて1960年昭和35年7月11日に着工した。鉄筋コンクリート5階建てで半和天王寺駅の駅舎のあった部分では地下2階、地上10階の建物とされた。戦前に完成していた基礎工事が流用されたが建物が大型化したため補強工事を行って 使っている。1962年、昭和37年9月20日に竣工式典が行われ、翌日から使用が開始された。これに合わせて、半和線プラットフォームがさらに南側に一面増設されて、校舎専用9番折り場となった。半和線の輸送需要の増加はさらに続き、8両編成に対応させるための工事が、昭和50年代に実施された。 規制本線直通ホームにあった木回し線を廃止し、スペースを確保して5面5線の現在に見る、半和線プラットホームを完成させた。しかし、半和電気鉄道時代に高車線用客を通す地下道として建設された構造が、プラットホームの下に残されており、それに設計を制約された関係で、プラットホームの幅がバラバラになったり、プラットホームの屋根の柱の位置が、 中心からずれたりする影響を受けている。1989年、平成元年7月22日には、阪和線と関西本線を連絡する、短絡線の共用が開始された。2008年、平成20年3月15日にこの線路は、複線化されている。一方で、南海天王寺市線は、新今宮駅が、 国鉄 JR と南海の乗り換え駅として機能するようになったことと南海の貨物輸送廃止で国鉄との貨物受け渡しの必要性がなくなったことから存在意義が薄れ1993年平成5年4月1日に廃止されたこの土地を利用する形で駅ビルを建設する計画が進められ1985年 昭和60年4月5日に天王寺ターミナルビルが国鉄と南海の共同出資で設立され、1992年平成4年10月16日に寄港、1995年平成7年9月14日に天王寺美代としてオープンした。上町が一条に位置する地上部とそれを東西に貫通する堀割部の二層構造になっている。 地上部に半和線ホームと中央コンコースがあり、堀割部に大阪環状線、関西本線、大和地線のホームがある。かつて半和元気鉄道が使っていた半和線のホーム1から9番乗り場と、かつて関西鉄道が使っていた関西本線、大和地線、大阪環状線のホーム11から18番乗り場と、で構造的にも実務的にも分かれている。 旅客案内場の乗り場と運転取扱い場の番線は北側から順に次の通り。半和線では1から9番乗り場を使用している。串型ホーム5面5線の地上駅。2.3番乗り場、4.5番乗り場、6.7番乗り場、8.9番乗り場それぞれが1本の線路を共有していて、3.4、7.8番乗り場は乗車専用ホーム。 2.5、6.9番乗り場は、校舎専用ホームになっている。原則として3.4番乗り場は、快速列車。7.8番乗り場は、普通が使っている。10番乗り場が存在しない。ただし、大阪環状線からの直通列車と、特急列車は、15.18番乗り場。一部は17番乗り場を使っている。1番乗り場はかつて特急列車専用ホームで、 中間改札が設けられていたが後に撤去され、主に早朝の関空快速や木の国線に直通する列車を中心に使われていた。2011年現在は定期特急列車はすべて地平ホームの15.18番乗り場から発着し、一部の木の国線直通臨時列車のみが発着する。なお、朝晩には、校舎専用ホームとしても使われ、 ダイヤ乱れの際には一番線発車の列車、大阪環状線との直通打ち切りにおける、関空海賊の発着などがよく見られる。2007年、平成19年のダイヤ改正で一番乗り場は、ラッシュ時の海賊列車、二番乗り場は、特急と、半ンライナー、2011年廃止が使い、三番乗り場は、未使用であった。しかし、2008年、 平成20年のダイヤ改正により再度これが入れ替わり、1番乗り場が特急と、半はライナー用、3番乗り場が快速列車、2番乗り場は校車用という形に戻され、同時に3番乗り場が有効長8両編成対応のホームに延伸された。大阪環状線の列車は11の14番乗り場を使っている。有効長は8両編成分。ただし、 山和寺線、半和線方面から大阪環状線に直通する列車は17番18番乗り場を使っている。11から14番乗り場は堀割部の島式ホーム2面3線の地上駅で12番13番乗り場で1本の線路を共有している。12番乗り場は内回り列車の始発専用となっている。日中は関空、 奇襲路快速は12.13番乗り場で直接折り返し、大和寺快速は14番乗り場到着後に一旦、引上げ線に入り11番乗り場に入線する。周回列車は当駅で、時間調整のため3分ほど停車する。2016年3月、現在。内回りの始発には、桜島線、JR 夢崎線直通、半和線、関西空港線直通。 大和環線直通列車など多路線直通列車も使用されるが、この際は電光掲示板や車両の行き先表示器には、五条防止のために通り、大阪環状線と表記されており、当駅発車後に表示が切り替えられ、隣の寺田町から本来の行き先が表示されるようになっている。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、大阪環状線の各駅には、 駅シンボルフラワーが制定されており、当駅には、安倍の区の花でもある、ペチュニアが割り当てられ、案内サイン類の衣装に取り入れられている。関西本線、大和寺線の列車は、堀割部にある、島式ホーム2面4線の15から18番乗り場を、使っている。有効長は、一般電車は8両編成分、特急電車は9両編成分。 15番乗り場の特急電車の一番後ろのはるかの1号車及び黒潮の9号車は車掌室から客室部分にかけては柵でガード柵の切れたところが最後の扉である。もともとは関西本線、大和地線のホームであるが1989年平成元年7月22日に半和線と関西本線、大和地線を結ぶ。 公内短絡線が設けられて、以来、半和線の列車もこのホームに乗り入れ、大阪環状線との直通が可能になった。短絡線は、当初単線で、関西本線、大和次線と平面交差しており、半和線との直通列車は16番、18番、乗り場に発着してたことから、ダイヤ編成上のボトルネックとなっていたが、2008年、 平成20年3月15日より短絡線は複線化され、平面交差も解消された。同じ改正より、阪和線は15.18番乗り場、一部は17番乗り場、山和地線は16.17番乗り場、一部は18番乗り場に発着している。15番乗り場から発車する特急、黒潮は車両形式により度合い値が異なるため天井に設置されている。 安ど式号車案内、乗車口のものが店頭で確認する。関空特急、遥はホーム上に乗車口案内が添付されている。一方、18番乗り場の関空特急、遥の号車案内板が線路側にあるのみで、特急、黒潮の乗車口案内は設置されていない。なお、当駅は平日早朝に16番乗り場から、山戸線奈良経由の京都行きと、 全時間帯に18番乗り場から特急遥か新大阪経由京都駅の運転があるため上下別々の乗り場から経路が全く異なる京都駅の発着があるという珍しい駅でもある。半和線のホームの東側には引上げ線が1本、大阪環状線ホームの西側には引上げ線が2本設けられている。また14番乗り場と15番乗り場の間には ホームのない線路が一本ある。引上げ線から出くして、奈良方面への改装や、山和地線 JR 南馬駅への改装のため、大阪環状線の西側引上げ線に入りきらない、時などに使われる。阪和線一番ホームの西端と、東湖線橋には、免課、旧、天王寺うどんの店舗がある。JR 西日本フードサービスネットの管理、運営であるが、営業業務は、 点鉄トラベルサービスに委託されている。2012年11月、中央コンコースにコンビニエンスストアと土産物の複合店、アントレマルシェがオープンした。運営は、JR 西日本デイリーサービスネット。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、地元天王塾出身で、大阪を代表する歌手、和田秋子の代表曲。 あの鐘を鳴らすのは、あなたが大阪環状線ホーム11から14番乗り場の発車メロディとして使用されている。当駅近くの四天王寺の鐘にちなんでいる。御堂筋線のホームが JR の南側にある阿弥子筋の地下、谷町線のホームが JR 駅の西側にある谷町筋の地下にあり、それぞれ地下通路で連絡している。御堂筋線は、 短式ホーム、中、モズ方面行きと、島式ホーム、新大阪、千里中央方面行きの複合型で2面3線。当駅を、始発、終着とする列車が多数設定されているため、中、モズ寄りに留置線がある。厳密に言えば短式ホームで乗客を下ろした後、一旦留置線に引き上げてから、島式の2番線に入り、客扱いを終えてから発車する。中、 モズ発の最終は東駅終着だが、こちらは留置線に入らず、夜間停泊のため大国町駅まで改装される。谷町線は相対式ホーム2面2線。谷町線本コース上には安倍地下、地下街がある。東駅は、御堂筋線部分が天王寺管区駅、福駅町駐在に谷町線部分が平野管区駅に所属している。 阿部の筋の中央部、阿部の国置し、両側を車道で挟まれた位置にある。相対式二面一線のホームを有する。東側のホームを乗車用、西側のホームを降車用として使っている。ホーム有効長は二両分であるが、普段は車止めから一両分を空けて停車し、そこで客扱いを行っている。初詣で輸送時や貸し切りなど臨時列車を運転する場合は、 臨時列車を車止めギリギリの位置に止め、その手前に定期便の列車が入って客扱いを行う。また、ラッシュ時などで渋滞などのためにダイヤが乱れ、先行列車と後続列車の間隔が詰まっている場合にも、稀に先行列車を車止めギリギリの位置に止めて、すぐ後に後続列車を入れて、それぞれ客扱いを行う場合がある。この時折り返し列車は、 後続列車の車両が先発となり、車両の運行順序が入れ替わることとなる。南海平野線が廃止になるまでは、全部が、阿鼻陀道もしくは、住吉公園行きの列車が、後部からは、平野行きの列車が発着していた。窓口と改札口が設けられており、窓口では、定期乗車券の購入や一日乗車券等の購入が可能で、改札口では午前7時から午後9時までは、 中札業務も実施している。なお、当駅が開業する前にも、天王寺駅前駅が存在した。当駅の0 1トル、営業キロで北側で、安倍の橋橋梁の上にあった。ホームへ行くには、歩道橋と地下からの二つのルートがある。以前、安倍の歩道橋掛け開工時に伴い歩道橋から、ホームへ行くことができなくなり、年春の新歩道橋の完成時点では、 半海線乗り場へ、階段は設けられなかった。現在は、上町線が通る阿部の筋、大阪府道30号大阪泉泉南線の西側への拡幅に伴い、駅が西側、拡幅後の道路の中心線付近に移設され、歩道橋からの階段も新設された。なお、旧地下通路は階層の上で新駅への通路に転用される、2018年1月現在施行中。 戦術の通り、当駅及び安倍の定留所が、線路移設のため2015年、平成27年夏から、駅舎の移設工事を行っている。2016年、平成28年12月3日に移設された、新軌道に切り替わり、同時に当駅も新駅舎に移設し、エレベーターの使用を開始した。なお新しい軌道時期には、関西地区の路面電車としては、 初となる芝生による旅化が施されている。1993年、平成5年までは、現在の天皇寺妙が当たっている部分に島式ホームの19.20番線があり、南海天皇寺支線が天下茶屋駅までを結んでいた。旅客列車はほとんど北側の19番線に発着し、かつては国鉄と貨物の連絡をしていたこともある。1984年、 昭和59年の天下茶屋駅今池町駅部分廃止後は、安倍伸ばし直下に単線の仮設ホームを作って発着していた。末期の頃は、現在の天王寺美代のプラザ館東出入口付近に、あったコインロッカーの奥の階段を降りた場所に、駅の改札と事務所があった。地下鉄社会筋線の天下茶屋延伸により、残りの天王寺駅今池町駅間も1993年。 平成5年に廃止された。仮設ホームからは営業中の一両がいない間に、限り、側線を用いた、研修用の車庫に留置されている、別の一両を部分的に眺めることができた。全線廃止まで車庫が設けられていたのは、部分廃止で他の路線とレールが繋がらなくなったため、研修用の設備を確保する必要が生じたことによる。この研修用設備は全線廃止後、 塩見橋駅に移築され、1995年8月に、岸の里多まで駅付近の塩見橋線高架が完成するまで使用された。南海はかつて、天王寺駅の駅ビル会社2社の株式を保有し、JR 西日本に次ぐ第2位の株主となっていた。これは、天王寺名の敷地に南海天王寺支線の駅があった名残である。天王寺名自体も、 南海主導で計画されていたことから、初期段階の歌唱は、天王寺シティだった。後に、JR 西日本が、南海保有分を買い取ったことで、現在は、株主から外れている。なお、天王寺ミオプラザ館に、テナントとして入居している3ルクカフェ、南海天王寺店は、南海電鉄の系列会社の南海商事が、フランチャイジーとなっている。 天王寺駅1階コンコース南側にある551、宝来、2007年、平成19年9月4日に出店した南海蕎麦も南海商事の経営である。南海電鉄の宣伝看板、三崎公園、高野山などもコンコース南側の上に掲げられている。2015年における大阪阿部の橋駅を含む、 各社合計の1日平均乗降客数は約74万人であり、大阪府内では梅田駅、南波駅に次ぐ第3位の駅となる。近年における1日乗車、乗降人員の推移は下表の通り、駅周辺は大型商業施設が多い観楽街、ショッピング街であり、大阪市内では北南に次ぐ繁華街となっている。 JR 天王寺駅のファッションビル、天王寺御夫と近鉄安倍の橋駅直上の近鉄家店が道路を挟んで向かい合っている。近鉄百貨店安倍の本店は、安倍の春かし近鉄本店と名称を変更し、タワー館が2013年6月13日に先行オープン。2014年3月7日、グランドオープンした。近隣には国交私立問わず、中学校、高等学校、 専門学校が多く所在する。5. おさむき